どうも、ラマです。ナナです。せーの、よろしくお願いします。今日やっていくのは、トレンドしながら最近あった出来事を話していきたいと思います。はい、ということでね、今日はドライブしながら最近あったでかい出来事をいろいろと話していきたいと思います。ね。はい。ハンドル映ってたっけ、お前。うん。では、出発ゴーチャンネル登録よろしく。それでは最近あった一番でかいことを話していきたいと思います。何ですか？ TikTok が凍結されたこと。こうやって拍手してるけどね、凍結された1週間2週間ぐらいで本当に落ち込んでてね何にもやる気が起きなかったね。超やってた。結構やってたね。今また新しく TikTok 作り直して始めているので、フォローの方お願いします。みんな帰ってきて。7万人いたんですけどね、今3500人ぐらいになってしまったので。3900人。そんな900人ぐらいいいだろ、普通。途中そんぐらいになってしまったので、みんな帰ってきてほしいです。でもさ、前にずっとライブとか来てくれてた人たちがどんどん戻ってきてくれてることが嬉しすぎる。最近またその人たちに届いて言ってくれたのが嬉しいです。チャンネル登録よろしく。最近あった出来事2つ目、これはね、嫌な出来事だったんだけどね、大やけどしました。右手こっち救急車で運ばれました、まあ、運ばれたわけではないんだけどね、なんか手違いで救急車来ちゃって違うんだよ、夜中にさ病院探してたからさ、その時間帯に見てくれるお医者さんがいなかったんだよね。そう。でも絶対病院行かないとってなったんだよね。でもう救急車。なんでやけどしたのか言ってよ。仕事で揚げ物フライヤーがあって、それをねめっちゃ思いっきり掃除してた。その入った。手を上げたんだよね。パッてやったらね、油が顔にピュシャってかかったけど、そんな暑さはもう何もなくて手が。やばくて、でそのまま働いた時間終わりまでそうで、そう思った。ちょっと経ったらまたここをやけどして、フライパンでこうやってやってたんだけど、スパムが破裂して飛んできてやけどして、そしてまた昨日も僕はちくわです。でちょっと前にナナもアイロンで火傷して、最近毎日火傷してる。最近やばいよ。最近やばい。まあそういう火に扱う仕事だから火傷はさ、ナナは不注意だけど、ただ。ナナやばいよね。ついてるアイロン持ったんだよね。ちょっと置いとくよって言って、危ないよ危ないよって言ってんのに、そのまま持って行っちゃった。持ったの。それで怒ったよね。怒ってないよ、笑ったんだよ。うん、ガンマに怒ったんだよ。ああ、そうだな。こんなとこに置くからって言ったでしょって言ってんだよ。だってこんなん絶対さ残る後だもん。だってじゃなくて。チャンネル登録よろしく。で、もう一つ、 YouTube が1万人突破しました。最近のあった出来事で一番嬉しいお話です。落ちて落ちてボカーンだからね。もうね、明後日、明日とかには2万人行くの、ね、2万人行く。現在19,500人。ありがとうございます。再生回数もまあまあ見てくれてるし、みんな結構順調に行ってるんで、年内10万人を目指して今頑張っているんで、みんなチャンネル登録お願いします。で、1万人行った時に、なんだっけ、質問コーナーと、うん、オフ会とか、やりたいみたいなこと言ってたんだけど、うん、1万人じゃ、そういうことできるような知名度がないってことに気づいて、うん、10万人だね、多分、オフ会とかできるのは。そうだね。10万人行ったらオフ会できて、あとは、何人増えるまで終われないライブ。それを、やりたかったんだけど、TikTok バンされちゃったから、ガイアからのチャンネル登録を目指せないっていうのがあるから、
それもちょっとおいおい頑張っていくんだけど、 TikTok はまあ5万人ぐらい超えたらそれもやっていきたいって思っています。で、質問コーナーもやりたいって言ってたんだけど、この間やったばっかりだし質問コーナー結構多いの、うん、で1万人なんて俺ら年内目標が1万人だったんだよ。だからあえて行ったらこういうことやりたいねって話してたけど質問コーナーやりすぎてるからそれもおいおいやっていきたい。はい、チャンネル登録よろしく。で最後に、なんか10万人いたら何したいかをちょっと決めたいよね。さあ、オフ会はあれだとして、おのおの7はこれをやりたいとか、俺はこれをやりたい、俺はプロに頼ってミュージックビデオを撮りたい、あ自分たちは歌を出したいんじゃなくて誰かのやつをカバーしてミュージックビデオを撮りたい。10万人ぐらい行ったら協力してくれる人はいる。そうだね、さすがに。え、なんだろうな、10万人行ったらやりたいことは、あ、みんなに自慢したい、友達とかに。それはやりたいことじゃない。いいじゃない、あれは。あのそこら辺のゴミ掃き掃除とか。え、10万人行ったらそんなことしたくないよ。そこら辺の掃き掃除がいいよ。その役に立って来た方がいいよ、なら俺少しは。なんでだよ、なんでなの、そんなことないんだけど。あのね、落ちてるね、ゴミとかっていつも拾ってるし。あとはあれ、小学生たちが通いやすいような緑のおばさんとかやった方がいい。やだ、おばさんって言われんじゃん。緑のおばさんやった方がいい。なんだけど、まだ21歳なんだけど。10万人行って、10万人の盾持ちながら緑のおばさんやった。やだ、そして多分事故増えるよ。小学生の頃、え、なにこれって聞いた。やだわ。それか、あの募金活動した方がいいと思う。え、なんで特訓積んだ方がいいんだな、10万人いたら。なんでなんか、7はさ、なんか普段からさ、悪いことしてる人みたいな。だから言われてほしいんだけど。7は10万人いったら、ガンマガナミチャンネルは10万人いたら、とりあえず俺一人でやれて、7は11万人行くまで、あのボランティア活動に励むので、これからもよろしくお願いします。やだ。言ってあげて。何を。そうやって。やだ。しません、募金活動。で募金活動したら1週間で100万人行けます。出します。僕はちくわです。それでは次の動画でお会いしましょう。せーの。